最後コーデリレーやるんで、それまで最後までいてください皆さんね。今月 の、 あの3月23日に、渋谷宮下公園集合でママデモを、今準備しております。で、ママデモなんですけども、そうですね、私たちママたちは怒っているんですっていうことをちょっと訴えていこうと思っています。それ訴え方なんですけども、原発反対とか叫ぶのではなく、会話形式で、ママたちは怒ってるんだ、安倍総理私たちの話を聞いてということを、一つのテーマとしてやっていこうと思っています。例えば東京は放射能で汚染されているのとか、どうして海外のメディアでは福島の汚染水を報道しているのとか、私たちは被爆しているのとかいうことを、会話形式で、安倍政権に訴えていこうと思っています。またもう一つあって、ここでは10代から100歳代まで多くのママたちがいると思います。でママもいるし、ママにまだなっていない女性たちや、子供のいない女性たちもいると思うんですけども、そういうママや女性たちが一つになって、ママたち女たち子供の未来のために一つになろうっていうことも、もう一つのテーマとして掲げています。ぜひ、女性の方々、渋谷23日渋谷宮下公園に集まってパレードをしてください。それから男性の方々も、サポートして、いらっしゃった時に女装かもしくはリボンとか女装はそれは個人でしたい方がしていただいて、もし女装は嫌だという方はリボンとか提供しますのでつけていただいて、ちょっと男性型の女性性の方も大切にしようと思って、女性がメインなんですけども男性の方もぜひ来てください。たくさん集まっていただけることを願って、今日は拡散しに来ました。よろしくお願いします。